なら FBC が知っていて私が知らないことは？嬉しいことにこれに関する情報が FBC には山ほどある。どれも機密扱いだが緊急対応として FBC の代理エージェントに任命してやるよ。ほら資料部屋の鍵だ。ああそのありがとう。力を合わせましょう。もう一つ話がある。コールドロンレイクに FBC の研究施設がある。レイクハウスだ。お前もチームの一員になったし、あの大惨事について知っておくべきだろう。この状況では仲間がいるしな。レイクハウスでは何が？ああ FBC が扱う事件の複雑怪奇さはその目で見たと思うが、さらに奇妙なことにもなり得るって話、私がしてやろう。FBC は前にもブライトフォールズに来た。1970年、76年、78年、2010年にも。頻度はばらつくが、この町では多くの変貌世界事象が発生している。またあの湖で問題が発生するのは時間の問題だった。2010年の変貌世界事象の後、 FBC の研究部門はある施設を設置した。レイクハウスだ。スレッショルドを研究し、その存在を隔離できるように。いい税金の使い方だろ。コールドロンレイクで超常現象の急激な活発化が検出された時、お前が関与していることを知る前に私はレイクハウスに向かっていた。人手が足りなかった。応援か少なくとも情報が欲しかった。そこで待ち受けているものを私が知っていたら関わろうとしなかっただろう。キラン・エステベスだ。変貌世界事象警報を受けて出動した。マーモント夫妻と話を。お出迎えはなさそうだな。周辺の安全を確保しろ。ここはスレッショルドのすぐそばだ。油断するな。了解。キラン・エステベスだ。入れてくれ。そんな暇はない。すぐに戻れるだろう。何かあったら連絡してくれ。了解。レイクハウスは研究部門の管理下にあった。研究部門と調査部門は対立している。奴らが科学と呼ぶものは、私に言わせれば FBC のプロトコルと人としての道義に反している。
ただの部門間の反目さ、 FBI にもあるだろう。今になって思えば、研究部門を軽視していたせいで私の判断が鈍ったのかもしれない。誰かいるか？キラン・エステベスだ。調査部門から来た。銃を持った人間が政府の極秘施設に入ろうとしているのに誰も止めないと？いいのか？これは報告書に書かないとダメだな。いや、いつも通り素晴らしいこのレイクハウスにようこそ。私はジュール・マーモント博士、そしてこちらは妻のダイアナ・マーモントよ。私たち二人がこの施設の共同研究リーダーを務めています。コールドロン・レイクの研究を進めるために協力してくれて本当にありがとう。そうね、ジュール。でもスレッシャルドの規制と次元結合に関する仕事やらに夢中になって適切な安全手順を忘れたりしてはいけないわよね。その通りだ。ここでは厳密な管理が必要だ。で、安全のために覚えてほしい3つの T を。セーフティー、セキュリティ、そしてセンサーシップ。最後のは違うでしょ。今のは冗談さ。なんでバカなことを言うの。素敵な冗談ね、ジュール。それじゃあまた。だいぶ仲が良さそうだな。これはいいな。アクセス拒否。そうはさせないぞ。キーカードが必要だ。ロックがかかってる。
試作？それはいいな。マーモント博士はいない。誰もいない。下の階を確認する必要がある。ジュール・マーモント博士は廊下を走った。彼の白衣がはためいた。壁に赤い光が点滅している。サイレンが鳴る。マーモントは笑顔のままだった。警報を発動させたのは彼の実験だった。彼の世界では警報は進歩を意味する。これは彼が待っていたブレイクスルーになるかもしれない。 FBC の歴史に彼の名前が残ることになる。妻のダイアナでも、あの嫌味な笑顔を浮かべるダーリングでもない。廊下の突き当たりで突然光が消えた。早まりながら赤い光が消えた。暗闇の壁が彼に迫る。警報が鳴り響いて消えた。マーモントは足を止めた。闇の純粋さに感嘆した。それが彼を飲み込み、彼の心に最後のプライドの火花が光った。これは彼の作品だ。彼のブレイクスルーとなる。パスワード変更？ダメだ。では、じゃんけんとかがいいです。こうじゃない。
ちょいのちょいですよ。五郎さんってすぐ調子乗っちゃうのね。これで下に降りられる。エレベーターに乗った瞬間、私の頭の中はとてつも嫌な予感でいっぱいになった。エステベスからチームへ。レイクハウスで何かが起こっている。周辺の。今すぐ施設に集結させろ。撤回する。くそ。スレッショルド事象がレイクハウスを襲ったが、マーモントの問題だ。我々の任務は外でのものだった。エレベーターはどこ？落ち着け。まず明かりをつけろ。コールドロンレイクのそばで闇の中にいるのはまずい。今のは。電源がないと何もできない。
パワーコアのレシーバーだ。コアを差し込めば明かりがつくだろう。それは FBC の支給武器じゃない。こちらからは開かない。ジュールのキーカード？役に立ちそうだ。軽くして欲しかったな、はあ、助かりたいならこの事象の流出点を特定し隔離するか破壊するしかない。とにかく下に降りさえすればよかった。だが困ったことにエレベーターは消えてばかりいた。エレベーターはある。最初にここにいる全員に心からの感謝を。コールドローンレイクでの変貌世界事象の研究においてレイクハーツは躍進した。みんなよくやった。現状を見るために直接来たかったんだ。口を挟んだり何かをチェックするわけじゃない。安心してくれ。分かったかね、マーモント博士。ここにいる間は湖の変貌世界事象現場と影との関係に注目したい。影がこのスレッシュルドとつながる次元から来たという理論はなかなか説得力がある。ゆくゆくはこの次元がアートのような主観的要素を客観的現実に変える仕組みを解明していきたい。この現象の制約は何か。例えばアートを通じて顕在化させることで変貌アイテムやパワーオブジェクトを作れるのか。影を分類するためには完璧にそれらを把握する必要がある。しかし影も科学的な呼び名ではないな。誰がそう呼んだんだ、影だなど。さて私はどんな意見でも歓迎だ。影のエネルギーを使ってアートが現実に与える影響をテストするものなら正しい答えを見つけるにはとにかくデータが必要だ。何でもいい。そしてオールテストハウスに戻る際にはテストから得たものを全て持ち帰って機密プロジェクトヘドロンと付き合わせて比較データを作るつもりだ。今詳しく話せないのが残念だがとても魅力的だ。非物理的な力による影響。ああすまない、これ以上はダメだ。何人かはここに来て見れるかもしれない。もちろん許可を取る必要はあるが多分。とにかくわ私は一日中おしゃべりしているわけにはいかん。影は全く新しい研究分野の象徴だ。私は調査を始めたくて興奮に震えている。まさに素晴らしき新世界だ。
許可レベルが足りない。なんだ、私の言うことがわかるか。私は連邦捜査局のものだ。敵対的あるいはそうみなされる行為を取らなければお前を助けてやれる。ああ、いつもこうだ。拳銃とダメだ。深呼吸するんだ。1、2、3、4、5、6。この仕事で目にするものになれることはない。だが適応して仕事に臨むための技術は学べる。6回深呼吸し仕事に取りかかる。流出点を見つけスレッショルドを閉じるんだ。エラー、お待ちください。お待ちください。ここはどこだ。お待ちください。お待ちください。あれは何だ。私の言うことがわかるか。連邦捜査局の敵対的あるいはそうみなされる行為を取らなければお前を助けてやれる。私の言うことが理解できるか。これは驚いた。お前は一体何なんだ。殺人犯である被害者。いいか。話ができるということは人間に取り付いたか以前の自分のことを覚えてるということだ。人間だったのかもしれない。そう考えるのだと。先ほど厄介なことがあってな。その他の書かれたものとだが関係はあるのか。線の絵、色合い、そういや何の意味だ。ええ、私はない。違うぞ。おいおい、まず落ち着け。彼の目、手、骨に炎が宿る。絶対的な行為を止めなければ。悪い知らせは奴がカンカンだったこと。いい知らせは私を殺そうとはしなかったこと。少しは前進だな、うん、ああ、ロビーには戻れない。まずいな、片道切符が。行かれる生きた絵画はコールドロンレイクの日常風景ではない。レイクハウスで何かが起こっている。奴を逃がすわけにはいかない。ブライトフォールズにこれ以上怪物を増やすわけにはいかない。サブレベル3。この階じゃない。クソエレベーター目。
ルドルフ・レーンはキャンバスから距離を取った。彼はその作品に見覚えがなかった。これを描いたのは自分か。心が霧に覆われていた。集中できない。マーモント夫妻が彼の食べ物に何かを入れていた。白衣を着た男がレーンを部屋へ連れて行った。彼は抵抗しなかった。あまりにも疲れていた。彼はベッドに横になったが、部屋の悪臭で眠れなかった。酸に絵の具、絵画の匂い、何年もの間ずっと彼は圧倒されていた。千の絵、それ以上の数がこれからやってくる。決して洗い流せない腐敗の重み、彼の心を詰まらせる霧の下で揺らめく冷たい憎しみ、 A の憎しみ、ブラシへの憎しみ、マーモント夫妻への、彼自身への。ダイアナとジュールはかつてはチームだった。局内でも気鋭の新星だった。どちらも性格は異なるが才能にあふれていた。ダイアナは革新的で、ジュールは官僚から資金を確保した。協力することで尊敬を勝ち取った。つながり、その後10年に及ぶ努力の末に幸せな夫婦は昇進した。共同研究リーダーだ。最初の数年、レイクハウスでの仕事は順調だった。困難でも彼らなら克服できた。だが暗い水が滴るように、彼らの頭にある考えが思い浮かび始めた。なぜ彼女ばかり評価される？なぜ彼が評価される？これによりレイクハウスに亀裂が入った。マーモント夫妻とその仕事ぶりは傲慢で常軌を逸していた。亀裂は大きくなり、水が染み出してきた。2023年9月12日、私が保管庫で見つけたアラン・ウェイクの原稿に関するメモ。記録を確認したが、この原稿は我々の保管品の中ではなかった。これはレイクハウス内部で直接実体化したに違いない。この原稿は記録に残さずに置く。これがあるとジュールがパニックになるだけだ。原稿はウェイクの通常の文体で書かれていた。だから我々を文字通りの意味で怪物と呼んでいるのか、比喩表現なのかは断言できない。だが興味深いのは、コールドロンレイクのスレッショルドと我々の施設のつながりをある絵が確立させたと原稿の内容が暗に示している点だ。執筆が常に優れた研究対象であることは明らかだったが、文章自体が異なる芸術形態の触媒として我々の成功を左右するとは考えたことがなかった。これを認めるわけにはいかない。偶然の結果でジュールに成功を許すわけにはいかない。私はこの研究に何年も費やしてきたというのに。今朝ブライトフォールズに2人の作家がやってきたという話を聞いた。ジュールよりも先に私が成功するのだ。
レイクハウスにひびが入る。湖が中に入ったが水は流れなかった。それは囚われ淀んで腐る。真実は操られ、ここの芸術は実験の素材でしかない。レイクハウスにひびが入る。湖が中に入ったが水は流れなかった。それは囚われ淀んで腐る。真実は操られ、ここの芸術は実験の素材でしかない。レイクハウスにひびが入る。湖が中に入ったが水は流れなかった。それは囚われ淀んで腐る。真実は操られ、ここの芸術は実験の素材でしかない。レイクハウスにひびが入る。湖が中に入ったが水は。タイプライターは。頼むから他のものであってくれ。もう知っているだろうが、タイプライターとコールドロンレイクは混ぜるな危険だ。それが部屋いっぱいにあふれて音を立てていたら最悪の光景さ。キーカードじゃダメだ。2018年3月7日、エミル・ハートマン博士に関するメモ。コールドロン・レイク・ロッジの創設者であり、彼はそこで芸術家たちを操って影の力をコントロールしようとした。私は彼のメモに目を通した。2010年の逮捕後に捜査局が押収したものだ。ハートマンの仕事ぶりは総じていい加減なものだった。適切な科学的手法は完全に無視されていた。だが彼は大胆にも我々がやったことがないことを試した。自動著述機器には期待が持てたが、生きた芸術家の創作を観察する方がコールドロンレイクのスレッショルドの効果をはるかによく理解できた。ハートマンのおかげで我々は有望な候補者のリストも手に入った。次のステップはレイクハウスに何人か分析のために連れてくるようダーリング博士に要請することだ。
火力が増えるのは何よりだ。おう、振り出しに戻ったか。空間の反復、大抵3の法則を使えばいい。この不自然な強化液は自ら反発した。圧縮され、複合する、反射し屈折する。決して均衡しない、都市伝説と殺人が絡み合わさった原因と結果。誤って配置された夢のロジックには欠陥があり、フィードバックループは二重になり四重になる。操作不能。解放を求め、圧力が高まる。この不自然な強化液は自ら反発した。圧縮され複合する、反射し屈折する。決して均衡しない、都市伝説と殺人が絡み合わぬ原因の結果。くそ、影の怪物か。フラッシュライトがあってよかった。このスタッフの一部が蝕まれていた。事態はどんどん悪化してる。これが最後だろう。何度もこの原稿を見ている。作者ウェイクだ。まるで警告のよう。でも何へのその意味は。原稿に怯えたジュールはウェイクの作品の研究をやめた。臆病でリスクを犯せない。でも科学はリスク。これは我々の方針が正しいという証拠ね。ルドルフ・レーンの絵によってさらなる原稿へと導いてもらうだけでいい。それでいつか理解できるようになる。何度もこの原稿を見ている。作者ウェイクだ。
操作可能な変異現象。ここではアラン・ウェイクの小説が研究されている。彼について知っているか？名前に意味はない。それ以上のガスがやってくる。明確なコミュニケーションはいつでも大事なのだそうだ。私たちもそうだろ。お前に何があった？ここの連中のせいか？マーモント夫妻、心を詰まらせる。マーモントと言っていたが、彼らがやったのか？今彼らはどこにいる？悲惨、憎しみ。彼らは今どこだ？白衣を着た男。奴はマーモントのことばかり言っていた。彼らは何をしたんだ？生き地は外部の現実と私たちの現実をつなぐものです。それらは全て奇妙ではありますが、独自のルールを持っています。だが下に行くにつれて、この現実はより混沌としていった。コールドロンレイクのスレッショルドなのは明白だが、何かが違っていた。つまりいつもよりさらに違っていた。サブレベル2、フロア全体がロックダウン中。落ち着いてください。フロア全体がロックダウン中。落ち着いてください。